皆さんこんばんは、葛飾区のですね、女子中学生のいじめというかもう暴行事件ですね、その動画を昨日上げたんですけど、もうそうですね、多くの方が見ておられて、結構ね、今ニュース的にはですね、どこもまだ上げておりませんよね。産経と読売がネットニュースとかで上げておりますが、それ以外は、もちろんテレビでも、他の、ところでもニュースはですね、上がってきておりません。これのですね、事件の発端というか、まあいろいろこう僕のところに情報もたくさん集まってきてですね、で調べたところ、今年2019年の5月ぐらいにですね、まあこの動画っていうか、そういったあの暴行が行われたっていうことなんですよ。でもちろんその時にですね、その被害に遭われた女性と親がですね、管轄の警察署に届けたんですが、なかなか動いていないということがありまして、でツイッターの方にですね、あまりその動いてないからということで、その関係者の方ですかね、それから、まあ、拡散というかツイッターで上げてほしいということで、今はもう動画を下げてますけどね、その方が、ツイッターで上げたんですよね。まあ、動画とそのこういったことがありますっていうことで、で警察も取り合ってくれないし、まあ今のところ全然進展がないということで、1日2日前に上がったんですけれども、それから一気に物事が動くようになりまして、動画でそういうのがもうはっきりとした暴力的な行為とかですね、それが映っておりますんで、何してるんだっていうことになったんですよね。それでいろいろ調べてみると、マスコミが入って調べてみると、警察にはその届け出出してるのに、動いていないと。で一気に動きまして、それで警察も、重い腰を上げてっていうかですね、まあもちろんその、把握してたのはやっぱり少年法っていうかね、それっていうことなので、まあ微妙なことがあるっていうことでいろいろ苦慮してたとは思うんですけれども、あまりにもこの、何ヶ月も放置っていうことはですね、次の事件を生むことにもありますんで、それはちょっと、どうかなっていうことはあるんですよ。ただまあ、その警察内部としてはどうしていいものかっていうことはもちろんあれはあったんでしょうけど、まあツイッターとかそういった SNS によってですね、一気に物事が動くことになりました。まあこの動画が出た経緯についてはですね、どうもですね、これはっきりはしませんよ。ただ今ツイッターで僕が調べた情報なので、これが絶対ということはこれはありませんが、まあ一つの仮説というか、今の状態での入ってくる情報としてはですね、まあ中学2年の犯罪を起こした男の子ですかね、それと、その3年生の、まあ、ボスみたいな女の子がいてですね、タイマンをやれと、まあタイマンっていうか、タイマンにもならないんでしょう。まあ、喧嘩をやれということでしょうね。それで、まあ、男性と女性でその喧嘩をやれみたいな感じで、上の方から言われて、その男の子も、まあ、3年生の女の子の彼氏がちょっと、怖いような感じだったので、っていうことだったようで、それも、本当かどうかわかりません。それで、まあ、言われるままにっていうか、わからないですけど、まあそんな風にこう殴ったり蹴ったりとか、そういう風にしたっていうことですよね。それをまあボスであるっていうか、まあ誰かに動画を撮らせてて、まあ10分だよ10分だよって動画でもありますけど、撮らせてたと。それで仲間内にこう見せて回ってたっていうことですね。で動画がもう一つやっぱありまして、とても筆舌に尽くしがたいような、ちょっとね、性的なこともちょっとありましたので、それをちょっと、拡散してたみたいですよ、仲間内ですね。でもそれをやっぱり良しとしないというか、人もあって、その動画が回ってしまったと。
それで、どうにかなりませんかということで、まあ、ある 女性かな、まあ、名前はそうだったんですけど分かりませんが、その方がツイッターに上げて、まあ、一気にねそういった感じになったっていう感じですけど、そしたらもう半日もしないうちにですね、まあこういうことはもう大変ですよね。もう特定されていくっていうのが今のデジタルの世の中ですから、そういったあの状況であるとか、もう警察よりも早いというかですね、ただこれはあの調べたわけじゃないからこれが絶対だとは言いません。そのストーリーとかその物事についてはですね、大体のところがそういうふうに流れておりました。でまああのもう全部分かっちゃってるわけですよ。もう親とかですね、本人の顔とか、まあ、ツイッターとかですね、SNS とかあのいろんなもの、 TikTok まであってですね、そのいろんな女の子踊ってましたよね。それとかもうその女ボスの3年生のお母さんまでなんかマスクしてTikTok で踊ってる動画が出ておりましたけど、もうだからもう全てがですね、今デジタルタトゥーっていうかもうそんな感じで、特定されてですね、やっぱりこういうふうに残っていくわけですよ。だからやっぱりこういうことはですね、もう本当にやめてもらいたいし、まあ、もちろんその事件としてもダメですよ。事件としてもダメですが、やっぱり一応僕も大人ですので、ね、そういった拡散というか、あの特定してあれはあんまり良くないことだっていうふうに一応言わせてもらいます。一応そういう大人の立場だとちゃんとねそれを言わないといけないし、まあなかなか、あと一番はですね、もう一番はやっぱり犯罪被害者になった人をですね、やっぱり第一にやっぱ守ってあげるっていうか、それをもうちょっとですね、国とかそういうのではちょっとケアする方向に行ってほしいっていうのがありますよね。まあ現在ではそういうのがないんですけど、それをもうちょっとこうプライバシーを守るとかいろんな形ではしてほしいと思います。でもまあ今のところで言うと、まあ拡散されたりとかそういったのに関してはですね、被害者になる人のことは一切また出ないようになっておりますが、まあ、なかなか加害を起こした方はもうどん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 と今、ね、拡散されてもう特定されていっておりますので、この今のこの僕の写真はですね、その被害者だったかな、それの、中学校のですね、父兄説明会が今日あったらしくてですね、いろんな方がやっぱり書き込みされて6時過ぎとかからなんか父兄説明会があるということで、まあ、それで伝突した人もいたりしてですね、で、もう学校の前がですね相当な騒ぎになってたみたいですね。でこの写真がありますけど、警察官も来たりとかサイレンを鳴らしたりとかですね、あと右翼外線車も来たりとかですね、まあ、ニュースとかには出ませんけど、相当な騒ぎで数百人も集まっててですね、大変なことになっていたっていうのがツイッターで、この写真が上がっておりました。まあもちろん今回はですねやっぱり少年法ですのでなかなか難しい、事案でありまして、まあ、マスコミとかそれもある程度まとまってからほんの少しだけっていう感じになると思うんですが、なるべくだったらですね、まあ、なるべくっていうよりも絶対ですね、今回と同じようなことはやっぱり、二度と聞いてほしくないし、これが早く解決させないとですね、だいぶ前にあったコンクリート詰め殺人事件のようになりかねないような要素はものすごく含んでおります。でこの数ヶ月間本当に何もなかったかっていうのはこの空白のですね何ヶ月間、多分何かあったんじゃないかなとも思うんですよ。だからもう本当にですねこういうことはねもう本当に自分の娘とかね親族がって言ったらちょっとやりきれない気持ちではありますよ。だからまあ適切にですね、こういったちょっと犯罪というか、まあ、犯罪と言わせてもらいますけど関わった青少年の方はですね、
やっぱり行政が行っている適材適所のですね、そういったところに施設で教育を受けたりとかですね、矯正ですよね、心を治していって、それで普通にこう育っていってほしいというところではあります。これはなかなかですね、僕もその歯切れ悪いんですけど、まあ、難しい問題なんですよ、この少年法で言いますとですね。だからまあ本当にね、まあ困った問題ですが、なんとかこれはしてほしいと。それとやっぱりいろいろ僕の動画見た方もですね、小学校の時から道徳教育なんかないのかっていうふうに、これはもう何十年も前、僕たちの時は道徳教育っていうのが必ずあったんですよ、1週間のうちに。それはカリキュラムとして含まれていて必須項目でした。それが、いつからかですね、受験とか、もう学力一本っていうことになりまして、日教組と政府の方がですね、もうなくしてしまって、そんな時間はいらない、1時間もということで、それで、まあ、世の中がちょっとおかしくなったんじゃないかなっていう気持ちはありますね。それから最近になって道徳教育を受けてない世代とか、現在の学生たちがですね、あまりにも驚くような事件を起こしているので、これはいけないということで、最近になってですね、また道徳教育を、戻していっているところです。だからそこ辺もですね、道徳教育もやっぱりもうちょっとみんな分かってたんですよ、道徳教育をなくしていいのかっていうふうに、なくなった途中でもみんな言ってましたよ、それで大丈夫なのかと。そしたらいろんな未成年っていうか事件がありまして、やっぱりっていうかみんな言ってもおりましたんでね、もうだからそこ辺も、これは考えなければいけないと思います。特にですね、これ日教組もちろんそうですけど、まあ、僕たちもですね、それは責任の一端というか、もう国民が全部で受け止めなきゃいけないんですけど、そういった間違った政策をですね、やっている日教組とか、まあ、そういうのはですね、ちょっとどうなのかなっていうふうにちょっと言わせていただきます。まあね、本当にもう歯切れが悪いことは確かですが、まあもう本当にね、もう犯罪被害者はですね、もうバッテリーがなくなってますけど、守るためにも、まあ、なるべくその拡散っていうか、まあね、特定できるようなことはやめていただきたいっていうふうに、一応、お願いいたします。僕も一応大人ですので。ただですね、一瞬思いますよ、江戸時代に戻って、仇討ち免状っていうのが江戸時代正式に認められていましたので、法律で江戸時代はですよ、仇討ち免状をお殿様っていうか出して、政府っていうか当時の幕府に出してですね、それが認められればですよ、もちろん書状を出して認められるかどうかっていうのがありますけど、仇討ち免状っていうのが一応もらったことでしたら、それは仇討ちをしていいということに江戸時代はありましたよ。でも今の時代はダメです、それは。今の時代はダメなんですよ。ダメなんですけど、やっぱり、違った形でデジタルの世界ですから、皆さんがそう思うのはね、気持ちは本当にわかりますけど、一応これは、ダメなっていうことなんですよ。現在ではもう民主主義っていうかね。ダメですから、まあ、なんとかこの矛先をですね、怒りの矛先、どうしようかってみんな思ってるんですよね。それがいたたまれないと思うんですよ。なので、マスコミも知らんふりでしょ。まあ、知らんふりってことはないんですけど、どう、言ったらいいかと。ただやっぱり状況をこういろいろ見ててですね、犬が叩かれてですね、土偶に落ちて、あ、この犬は叩いていいんだって言ったら、いきなりみんな来るわけですよ。他のユーチューバーさんや、インフルエンサーの方もそうですよ。今これ取り上げてバンになったらどうしようとか、広告がつかなくなったらどうしようっていうことを考えてるから、やっぱりなかなかこの問題には触れないっていうのもあるでしょうけど、これがもうちょっとしてですね、みんなが知るところになって、これ叩いていいんだって言ったら一気に行きますよね。
まあ、そこへんもどうなんでしょうっていうところもちょっとまあ不可解なとこもありますけど、ただまあ不幸な事件っていうか不幸なことなんですけど、まあ、警察も動くようになりました。ですので一番最初にツイッター上げた方もですね、今動画も削除して、もう警察が動いてくれましたので、その動画も削除しますということで、削除しております。僕が一番最初に上げたですね、ツイッターでリツイートした方のあれなんですけど、僕はちゃんとその方の、名前とかもちゃんと消してですね、誰かわからない、特定されてないように、一作目の動画でですね、ちゃんと出してるのが僕がリツイートされた方です。まだツイッター上げてすぐでしたので、それを僕は早く気づいてですね、まあ、そんな風になりました。でもその方もやっぱりこう、まあ、安堵って言いますか、世の中っていうか警察がまず動いてくれたっていうことですので、まあ、あとはまあ、最低でもやっぱり行政機関とか大人たちもいい方向を考えてですね、本人たちが矯正できるように、やってくれるとは思います。ただ一番やっぱり残念なのはその犯罪被害に遭われた女性の方なんですけど、いろんな方が書いてましたが、まあ、情報集まってきますので、まあ、優しい子だったそうですよ。だからもう本当にね、余計腹立たしいっていうのはもう皆さん以上にですね、僕もあります。ただまあね、なかなかそのこれ以上っていうか言えないっていうか、そうは厳しいんですよ今はね、なかなか。だからもう放送上ではもうね、どうしても僕もそれ以上感情をですね、出すことはやっぱちょっと許されませんので、この動画を着て一人で酒飲んだりとか本気症とか自分では言いたい気持ちもありますけど、動画ではですね、やっぱりこうちょっと落ち着いて言わないと、皆さんがそれでちょっと怒ってしまうとですね、今ちょっと大切な時期だと思いますので、なるべくならやっぱりね、ひっそりとっていうか、まあ被害者の方にはですね、あまりこう触れないで、まあ同じ修学のあれなんですよって書いてる人もいましたので、だからまあやっぱり今大変なので、まああんまり何もなかったことのように優しく接してくださいねっていうふうに、その中学校の方にも僕も返事も書いたんですけれども、本当にね、できればそういった方には国がですね、ちゃんと保護プログラムかなんかを作って、犯罪被害者の方には、まあもちろん成人の犯罪被害者の方にもそうなんですけど、特に未成年にはですね、ちょっと特別なケアをして差し上げる必要があるんじゃないかなっていうふうに僕は、少し思いました。税金の使われ道が本当10月1日からバカすかこう消費税とかなんとか使われますけど、本当に使ってほしいところにですね、適材適所に税金をちゃんと使っていただいて、こういった事件をもう二度とね、なくなるようにしたいということで、今日話をですね、締めさせてもらいます。今日ライブでですねやろうかと思ったんですけど、まあライブでやりますと皆さんの意見がこうやって、あこんにちはこんばんはとかいろいろ、あ誰々さんなんとかっていうふうに言いますと話が途中で腰が折れてしまいますので、一応ライブではなくて、動画でですね、ちょうど撮らせていただきました。ただ日本の数多くの皆さんもですね、本当に正義感があって、いろんな方がやっぱりコメントをいただいてですね、やっぱりどうにかしなきゃいけないっていう人がたくさんいましたので、それにはですね本当に僕も、勇気をもらったような気がします。本当にですね、昨日上げて1日で約3万2000人ぐらいの方が1日で、見られておりました。ただ、これは微妙な問題なんですけど、まだ誰もその触れたくないっていうかですね、そういう風なのはどうなんでしょうかね。だからもう前回の動画でも言いましたけど、まあ義を見てせざるは言うなきなりっていうところなんですが、ですがまあ今回の場合は少年法とかね、
そういうのがありますので、それを言いたくても言えなかった配信者の方もたくさんおられるとは思います。ただ、まあ、その人のたちのね、まあ、代弁というか、僕みたいなクズの広告の使わないやつやったら、まあ、なんとか言えるかなというところでした。まあ、そんなことですね。実際はあの動画でも僕も、こんなことの社会問題だけではなくてですね、もともとはあのギターの弾き語りを、しておりまして、まあ、ギターで歌っておりましたので、まあ、そのことから始めてですね、ガジェットでありますとかドローン飛ばしたりとか、どうでもいいようなゴミ動画をたくさん僕も上げておりますよ、ね、広告はまあアドセンス版になって使わないんですけど、まあそんなこんなでやっておりますんで、ぜひよろしかったらチャンネル登録をしていただいて、またもうちょっとですね、僕も明るい話題を提供できるようにですね、頑張りたいと思います。ということで皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。それでは皆さんさようなら。